ペロロプリテスは中世代白亜紀前期の原北アメリカ大陸に生息した草食恐竜の属の一つ。ソータテアモク極竜シタメのドサウルスカに属する。アメリカ合衆国ユタ州エメリー郡にあるシダーマウンテン層の麓で発見された部分的な後足を除く全身の骨格化石によって知られている。それはケネスカー・ペンターとその同僚によって2008年に命名された。 ペロロプリテス族は同じ場所から発掘された多数の頭から尾にかけての骨とセム26,331という標本に基づく。これらの標本は非タイプ標本とされた。模式種はシダーマウンテンソーにちなんで命名されたピーセドリマンテニスである。頭骨は長さ約56センチメートル、幅、 眉間の間隔35.5センチメートルだった。口先に葉はなく、わずかな角質のくちばしを有した。頭頂は、緩やかなドーム状。また、上顎に保存されていた、唯一の薄葉は、プリコノドン、ペロロプリテスと、ほぼ同時期に生息していた大型のドサウルス類のものとされる歯に酷似している。下顎は、後ろ半分が見つかっている。シルビサウルスのように、 6つの脊椎骨が腰を支持していた。ほとんどの他のノドサウルス類と異なり、尺骨は長くてまっすぐだった。また、虚骨は頸骨に融合していなかった。ペロロプリテスは、カメ、翼竜、新種のブラキオサウルス類、基盤的な極竜類ケダルペルタ及びイグアノドンに、近縁の長脚類の化石を、さらに算出した、泥岩地帯で見つけられた。極竜類は、アプチアンキから、 アルビアン期の間で大きなサイズに到達した。ペロロプリテスとケダルペルタはサウロペルタ基準のサイズで比較可能である。実際、サウロペルタのものとされるより古い層のシダーマウンテン類層からの分離された骨格は実際のところペロロプリテスなのかもしれない。極竜類は体高が低い四足歩行の草食動物として通常解釈される。 ペロロプリティストの大きな葉及び強肩な顎は、それが他の極竜類より硬い食物を食べていたことを示唆する。ありがとうございます。